ピクピクの季節到来ってことで、スーペリオフックのねマーク2フック、これでピク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 さしていろんなワームを使って遊んでみようかなって思います。と言ってもね、ちょっと今日はあのワームをそんなに持ってきてないからね、餌持ちのいいワーム中心に使ってみますよ、うん、ピクピク。最近ねこのスピニングリールが軽快になってからなんかね、またライトリグもね楽しいな、あのタックルが軽い、やっぱねベイトタックルでねミディアムヘビーとかねそういうの好きなんだけど、こうスピニングタックルこれ軽くなったらね、いやおかっぱりとかしてても楽なんだよね、体が結構いつもごついのでギンギンみたいな釣りばっかやってたから、こういうね展開になるんだなって。ちょっとねさっき人流しトップでしたらトップには食わないんだけど、ワームだったら食っちゃうんじゃないのみたいなね、バス、要は岸際を見て何か落ちてくるのを待ってるようなね、そんなバスをね多数見かけたから、ちょっとねスピニングタック、あいたいたいた、ああいうああいう人で、ああいう人、ああいうの、ああいうのこう水面でもごもごしてたら見切るんだ、あ、いや、ついてきたか、こういうんだったら、うわなんか岸際じーっと見てるとか見つめ、なんか見つめちゃってるやつだよね、そんな見えバスを見つけたらワームでしっかり釣ってきたいなと思って、あれは食うだろう、あれ食うね、あそこのね岸際覗いてる人、ゲッ一発ね一発だったね、よいしょよいしょー、サニーブロスのドラッグスティックの小さいやつで釣ったんだけど、うわいきなりワーム飛ばされちゃったな、はいね、岸見てるミエバスくん、イエイ、いきなりワームぶっ飛んだな、いやワームが飛ばない手で、スアダーのピクピク、ピクピクっていうより横横って感じになっちゃうかな、チビアダーだよね、ピクピクするとお尻のあの細いところがすんごいなんかうい、ムリ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 って動くからね、ドラッグスティックの 2.8、
これだとちょっと今日送ってるバスに対してはちょっとサイズがでかいんですよね。ただドンピシャでいればいけそうな気がするんだけどな。三重バス、あれバスかな、あれバスっぺーな、なんか見てんな。ここの下もともとはね、あのメガバスのチビドンなんかでやってた釣りだからちょっとデスアーダーだとボリューミーすぎるかな。なんかバスが回遊してきてフラフラしてればしてくればライク、これもザ・ピクピクでしょう。ライク、これちょっと重り入っちゃってるな。ホバスト用に重りが入ってたんで重りを取ってライク、これはザ・ピクピクでしょう。これはえげつないな。これ見えばついたら速攻食っちゃうよね。ああ楽ちん。ライク浮くもんね、中空素材で。浮いちゃうから食っちゃうよねこれ。食った変えて一投目だった。やっぱちょっとこのサイズ感なんだ。あ外れた。ちょっとチビアダーだとでかくてこのライクぐらいな感じだと食いついてくれる。あれはあ、なに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 、あれは濁いだよな。ゴイニーだね。あでもあそこにバスいた。これライクのこの感じでしょ。あー見切るんだ。さっきかけちゃったやつかな。無視だね。OSP のね、あの MMZ とかね、ああいうのを持ってればね、ああいうのをこう切りもみ切りもみって落とすのとかもね、あいつ食ったな。食い気あん、あやべ、あいつ食い気あるじゃんね。まあね、ライクに変えたらまずはワンヒットワンバラシをしたんでちょっとねライクで見えバスが来るのを待ちたいですね。あれ違うかな、そこだ。エンジンで合わせんだったらあのねベビーチンとか沈む虫もしくは浮く虫
今沈む虫ってのと浮く虫ってのがあるからね、ややこしいよね。まあでも魚の形でも食いついてはくれてるから、ちょっと引き続き見えばそうワームで狙っていきたいと思います。あれはどこ行く、あそこにバスを入れる、いや嫌がって引き返してたのかな。岸を向けばチャンスだけど、あいつは虫待ってんな、なんか食ってんな。よし入れてみよう。ショートした。あ、嫌がるね。やっぱちょっと虫みたいなゲジゲジしたシルエットの方がいいのかな。そんなベイトフィッシュが来てそれにボイルしてるとかそういう状況ではないから、形が違う。食った。よし。なんて言ったら食った。よいしょ。ライク。よいしょ。よっしゃ。あーかかんね。むずい。そんなにドラグ緩くして、あーワームひっくり返ったか。サイト練習だね。あれちょっとマシなサイズだな。あれかかったらすごいぞ。40アップぐらいある。風で押される。ちょっと目先変えようか。今ライク入れちゃったから、わあいつ行かないでほしいな。あれでかいぞ。あ、行っちゃったかな。ちょっとライク一回休憩して、これドラッグウィップの切りもみ、あれいなくなっちゃったか。切りもみ、うわ40アップぐらいあったんだけど、あれはヘラだな、あいつじゃない。あ、これか。こいつだ。あれだよ。あそこ泳いでるやつ。どっか行っちゃった。
れ魚だったらあれだな、こっちから入れて、いや食いかな、あれ、いやバスだった、下向いた、下向いた、こっち向いちゃったな。いなくなった。あれだ、やべえ、下ってく。待て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 。目切ったらいなくなった。餌探してんだよなあいつ。なんかあっちゃこっちゃ見てるからな。餌いないかなーってのは間違い。ああ、とりあえずこいつ狙ってみるか。あれは濁い。ドラッグウィップのミミズプラス脳進化、あのチビーチビーな人、あそこのこの影のとこに入れたらちっちゃいのがフォーって食いに行くのが見えて、そのままスッて。ドラッグウィップのこのテールがスプリットしてるのが切りもみ切りもみする感じがもう見切りきれないみたい。また今ねちっちゃいのが見に行って、この変な動きが学習しきれないのかな。あとリブがついてるから、そのリブとかもなんか見切らせきらない何かいい要因になってるのかもしれないですね。ドラッグスティック、ドラッグウィップ、それとライクね、魚食ってそうなやつにはライク入れて、なんか虫食ってそうなやつにはドラッグウィップ入れて、もう何でもいいから食わしたいっていうやつにはドラッグスティックの 2.8 ね、サイズがいくつかあるから 2.8 って一番小さいやつ、ここら辺を今ローテーションしてミエバスハンターになっております。ちょっといくつかかけてバラしてかけてバラしてってやってたら、魚もいい加減ね、やべえぞここっつっていなくなっちゃったね。するってと、あのもう一個上の深みか下の流れの緩やかなところかに行ってると思うんだけど、ちょっと見えたやつにね、こう見えバスにワーム入れてどうやって反応するのかを見学会してるんですけどね。たまーにね、さっき1回だけ40ぐらいのがね、なんかないかなーって来たんだけど、それはごちゃごちゃやってたらもうええわって、あ、いたいたな、いたな、あ、
そこだったら食うかな。岸から落ちてきたら、あ、振り返ってパックンチュしなかった。頭いいな。岸から岸にバッペチン。これは我慢できないだろう。我慢した。やるね君。やるわ。やりおる。いやー、もうちょっと岸に寄ったタイミング、もうちょっと近寄って大丈夫。が気になって気になって仕方ないタイミングでダーン。ここだろ、ここ違う、ここダメ。ほら天才か。そっち見てんの。まあ逃げたよ。なんだあれ、何か食ってんの。何食ってたんだ今。待ってる、来んのかな。見切る、見切るね。おお、出た。ああ。もうピクピクで食わないから、ゆっくり巻いてたら、巻いてたら食った。よし、ちょっと待ってね。よいしょ、危ない。おお、おお、ミミズプラスに細長いバス。はい、ね、これはドラッグウィップのミミズプラスカラーにね、マス張りで脳進化ちょんがけでやっております。いいね、ありがとうバスくん。やる気、ま、あー見切った。嘘だろ、いけ、くっちゃ、ミミズプラス2回目の正直ミミプラ、ミミプラいった。よいしょ、騙されちゃったね。はい、じゃあ逃がしてあげます。イエーイ